はい、ということで、今日は隣がこんな感じになってますね。こんな感じになってるんですよ、ってなところで、僕らは割とひっそりした感じでこちらでやってますね、なんかそういった喧騒とは全く無関係にこちらで、今さっき開けました。はい、こちらでーす。これで一斉にバーンって見えちゃうのがちょっと寂しいんですけど、やってます。はい、じゃあ今日はねこれ書くよ。これ書くから後でね完成した頃にまたやるよ。じゃあお楽しみに。なんか古式ゆかしいおみこしだけじゃないのもあるんですね。はい、なんかね今ちょうどなんだっけ道産祭りっていうのをやってて、それのお祭りです。僕らがやってるところの隣でやってるんで、でまあこうなってるんですけど、でここ歩行者天国ですね、この時間帯は。でなんかおみこしあそこで止めるっていう演出らしくて止まってますね。ただあれだな、やっぱりもう仕方がないんだけど、あれ僕らもそうなんだけども、作ってるとさでかいんだよね、おみこし。あれも作ってる時めちゃくちゃでかくて大変なのよ。であっちもさ伝統的な感じなんだけど、いいのよ、いいんだけど、で一人二人で見てると物々しいんだけど、まあ、ちょうど目の前に来たんで、あ、なんかまたこっちからも来るんですかね。あ、なんか来ましたね。あれと合流するんですね、こっちと。なるほど、今。ただね、やっぱりね、なんか大きさ、こういうところは本当大きさ大事ですね。おお、なんかね、大きければいいっていうね、大きさが正義っていうのがありますね。仕方がないですけどね、本当に。さ、まあ、こんな具合でここに人がいるのにここには入ってくれねえっていう、まあ、結構寂しい感じでやってるんですけど、これがねはい、ということでやってますでね。ああそうだそうだ、これぐらい書いたよ今のところ。割とのんびり書いてるんで、ゆっくりです。進捗はゆっくりですけどね。はい、こんな感じでやってます。なんか暇があったら見に来てちょうだいね。はい、じゃあまたもう一回夕方ぐらいに、なんだっけ撮ります。はい。まあ、なんかいろいろ終わって、いつの間にか車が走るようになったんですけども、ですね、先ほどまで描いていた絵が、よいしょ、できました。これですね。はい。今日の成果はこのぐらいですね。はい、これは昨日です。昨日、今日です。若干いまいちな気がするんですけど、まあとりあえずこういう感じで、今日はしょぼいですけど、しょぼいっていうか今日はしょぼいですけど、明日はここにもう一個来るはずです。何か知らんけど、な具合ですね。あとのところは、まあこれちょっとくるっと回ると全部見えちゃうんで、ああそうですか、ふーんって言って誰も来なくなっちゃうんですけど、現物も、僕はともかくマービンさんを見てほしいっていうことなので、できれば、なんか足を運んでいただけるといいなと思っています。はい、じゃあ、現場から以上です。はい、それでは、夕方です。もうすぐ、今日はお開き、閉めるんですけど、まあ、なんとなく、道産祭りっていうのを今日と明日やってるんですけど、まあまあ、なんとなくですよね。多分、コロナ禍で再開して、まあ、ゆるゆるやってるっていう感じのところだったんですけど、でも僕らもまあ、当然ゆるゆるやってるわけですが、それで、ですな。こんな具合で、あ、これ書きましたよ。これ書きました。もう隣入っちゃってますけど。二つね。こうやって見るとなんかすんげえしょぼいな。一応 B 前ぐらいあるんですけど、書きました。じゃないです。今日、書くのが、展覧が主であって、書くのは、まあ、僕の暇つぶしなんですけど、
意外と思ってるよりは人が来ちゃったっていうのがあって、うん、2枚でしたね。あと紙がないんでちょっと補充しないといけないですね。はい、ということで、また明日も書きますよ。で、書いてるんで見に来ていただけるといいなと思ってはいるんですけど、この動画自体を明日配信というかアップロードできるかどうかってことですよね。ちょっとだるい疲れちゃった、うな具合です。はい、じゃあまた明日。